こんにちは、ゆうです。バズ&のお時間です。お久しぶりです。今日誕生日の方、おめでとうございます。何日ぶりに言うかな、このセリフ。もうちょっと覚えてないですけど、はい。今日、無課金サーバーか、今日もじゃないですか、ね、今日お久しぶりに無課金サーバーか、芝居までやっていきたいと思います。はい。今日からね、やってきました。あれですわ、朝9時からあのガチャ更新待機配信お世話になりました。ありがとうございました。アーカイブをご視聴してくださった方もね、ありがとうございました。僕狙いね、アトリキティだったんですけど、まだ出なくて、っていうところなんですけど、はい。で、あのね、こちらね、あれか、モンハンね、ちょっとね、ちょっと引いたんですよ。はい、こちらモンハンですね。このね、あ、こっちまた、はい、こちら、最後に5連したんですけど、モンハンね、ネロムール、ネコチュール言ってたの、配信で。で、1体出たんで、もう3体いったらフレンドさんに最高お借りしようかなと思って、はい、3交代しました。はい。3交代も違うよね。はい。で、あとは、はい、こちら、アイルですね。アイルがこんな感じで、なんと一番下に、はい、ラフィーン猫さん入ってきてくれて、最後に。びっくりした。なんでこんなアイルの高級品の猫ばっか来るんだろうと思ってね。このアカウント。犬やんのにね。そんな感じで、はい。まあ、今日やっていくのですね。って、覚えたての日本語喋ってもちゃうねんから、はい。こちら。僕はね、まあ、全部ひっくるめて、サンリオコラボ、今日からやってきました。はい。聞かせていただきたいと思います。クエスト15もね、やってるんですけどね、なかなかね、難しくて、はい。で、まあ、狙いがですね、僕も、やっぱ多色が好きなんで、まあ、アトリキティとか、欲しいんですけど、豪邸、バツマルくんもね、好きで、バツマルとか、ケロッピーとか好きなんですけどね、ケロッ、こっちにはいい品のか、あ、でもね、その、7個対象のやつじゃないと、潜在8枠なかなか厳しいんかな。とか、まあ、なんとかあるんですけど、とりあえずガチャがね、新しく来たらちょっと引きたいというのがね、私のその、まあ、ゲーム実況者ですかね。一応ね。それではね、サンリオキャラクターズコラボガチャ、だんだんやろ。わからんけど、よろしくお願いします。はい。まずは無料から。これ、生放送でね、よう言ってるんですけどね、これ、僕ちゃう？僕のことちゃう？これ。ね。ね、見てくれはってる方、ご存知ちゃうご存知だと思うんですけど、これ、私。それではね、まだダンジョンとかね、やれてないんですよ。その、やっぱメインアカウントちょっとやってたんで、その日はガチャ更新待機配信の時はちょっと、ね、なんか、あんま無理して、まだ全部クリアしてからガチャっていうのはね、まあ、言うたらもう122あるからなんですけどね。なかったらいつでもちょっと尺をね、ある程度稼がせていただきたいと思う次第でございます。ガチャ。あ、それ、この人声ないんやった。そう。それではね、まあ、お見せしましょう。ユーザー情報のね、コニリックか。はい。122の喜びでございます。はい、122の喜び目指して、はい、頑張っていきたいと思います。それまあ、どうかな。ちょっとね、僕、やっぱね、ちょっと、大物をね、釣りたいということで、まあ、欲しいのはね、やっぱ多色、イデアルシナモンとか、ラフィーネコも出たんで、黒飛び猫も出たんですけど、今回黒飛び猫の強化素材になるのはいないかな。強化パーツというかね、そんな言い方失礼なんですけどね。はい。まあ、ゴーテン&バットバツバルとか欲しいですし、あとは、ラフィーネコの相方が、教えていただいたんですけど、大魔女師匠、ハローキティ、大魔女の師匠か、はい、ハローキティ、こちらですね、はい、だったりするんで、そこら辺狙ってね、はい、ラフィーネキティか、はい、行かせていただきますわ、ね、マッパ確率もでかいんで、7個の方、引かせていただきたいと思います。一発目で出たらね、ちょっと悲しい声ってかな D なんでね、はい。もう D の意思を継ぐもの。僕、最近ワンピースどうなってるか分かんないんですけど、全然。さあ、122個あるんで、2匹って嬉しい。おー！かわいいよね、なんか基本サンリオって。いや、かわいいから、そう、かわいいが売り組みたいなことあるけど、ミラクルホワイト、はい。ミラクルホワイト、
あ、そうそう、僕これ後で弾いて、これめっちゃ可愛いなと思ってね。ドーナツ好きなんで、はい。まん丸でプリッとして可愛いですね。はい。いやー、サンリオほんまあんま知らないんですよ。ほんまあんまって、ほんまにあんまり知らないところですよ。はいはいはい。あ、もうこれ飛ばした方がいいかな。どうなんやろ。このワクワクドキドキが止まらないじゃなくて、そっち。はいはいはい。BGM の方出ましたね。まあまあ、例のごとくね、書いてます。大魔女クロミか。大魔女クロミは、飛び出す瀕死に悪魔タイプ。あ、猫ってどんなやったっけ。ラフィー猫どうやったっけ。悪魔最後でもこれでもいいよね。あ、そっか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 。そんなやったらちょっとラフィー猫じゃなくてアトリ猫も欲しくなってきたな。これが3回目か。はい、3回目。とりあえず100個になるまでって言おうと思ったらもう101個でした。そうか、22個じゃないんだけど、3つ使ったらもういきなり、あらら、どなたですの？マイメロさん。これってね、アルジェとかがモチーフになってるんですかね。わかんないですよ、誰がモチーフになってるか。イッチチャコマイメロディー。ルー読めてへんかった。チャコールか。はぁ、あ、はぁ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 。へぇー、そうなんや。チャコールなんや。チャコールって誰やったっけ？まあまあ、あと4回とりあえず7個の方を引きましょうか。教えていただいた、んですけど、6個の方をね、6個じゃなくて、2の方を引いたらいいってね、教えていただいたんですけど、やっぱ確率はちょっとでもでかく、いや、これね、ほんとね、マジカルグリーンでしょ。マジカルグリーンというか、これがある時期っていうか、そう、モンタインや。あ、そうか、そうか、忘れた。ここら辺も全然多色好きなんでね、いざという時にね、この今最強が黒飛び猫、16日だったら多分黒飛び猫ジノとかいるんですけど、はい、で、まあ、ジノもいるんで、あとはね、まあ、多色でね、強いのキャラ、何かしらだったらね、持ってきに越したことないんで、何回甘がみと、うんって。あらら、またタイムリープしてる？タイムリープガチャ来た？タイムリープタイムっていうね、最近あれやわ。実況し慣れてへんからか。タクは実況中に噛むこと、多々多し。おお、アテンタマドラさんちゃうこれ。ねえ。グデタマ、アテンタマドラさんってそれオリジナルやん。サンリオ全く関係あらへんよ。へぇー。ダリー領域。領域展開。アテングデタマ。っていうことですね。へぇー。あ、これいいっすね。総最大 HP 操作時間。これちょっと他色の可能性広がりすぎちゃう？今日でこんな広がっていいの？どうしようかな、これ。7個のね、ちょっとリターンが多すぎるんですよね、やっぱり。この、高級品が必ず出るっていうね、ワクワクドキドキ、本当に噛み締めて。さあ、サンリオキティちゃん、あ、ベロアキティはね、本当ね、皆さんおすすめです。復旧したての方とか、本当にね、これベロアキティは本当おすすめなんで、はい、固定500万、固定ね、ダンジョンリーダー陣になる卵ドロップ率が上昇とか、本当に優秀なんで、今でもあれちゃう、ベロアキティに。ですよね、ほんま。ね。よし、OK。しゃ。行きましょう。OK。個人的に、なんかこれ全部7個引こうかな、もうなんかね、毎回割れてくれた方が僕ちょっとテンション上がるっていうか、この合間の休憩時間にね、挟めるっていうのはもうすごい。おっと、クロミ様。合間所の弟子、クロミ。ミラクルブラック。はいはい、ミラクルブラックね。ウィッチポンのクロミ。ウィッチポンプクラウン。なんか英語の例文でありそうですね。まあ、よっしゃ。行きましょう。はい。このダイウィア・ガチャドラさん。これなんか敵キャラ出てこないんだったっけこの前。そんな気がするぞ。殺したのかなんか出てきたような気がする。いや、これ実はね、サンリオコラボの神チャレかな、神チャレ。僕、この状態の日の大魔女ハローキティで芝居の多分クリアされたの。多分、ほんまに。多分。よし！
なんかこの122個別に使っていいんじゃないかなって、ほんまに全然今までじゃないよ、まだ回収しないとこやっぱあるんで、メインアカウントにちょっとバーテンダークルトに夢中になったんで、アテングレタマー、ごめんなさい、もうちょっと早くコーヒー飲む予定やったんですよ。アテングレタマーさんね、はいはいはい、あれ小学生ってこと、あ、これあれなんか変身、あー変身じゃないやん、変身じゃないやん、はい、じゃあもうあと7回ですわ、7、7、49、もう40型なんかの肩凝ってる、まあ40代じゃないんですけどね。オッケー、あ、そうそう、これから使ってやん、あー、あれ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 ちゃう、ダッフィルフィンガーやったっけ、ちょっとこれは一旦くせないでしょ、全然違う。ダッフィルフィンガーってなんかそのガンダムのあのシャイニングフィンガーとゴッドフィンガー混じってもとる。それでもほんまね、もう 2.8 は 0.8 の確率上がった方がいいんで、1個で上がるなら確率が、あ、魔法石のね、投資魔法石1個につき 0.8% 上がるわけでしょ。ラビーネ来てちゃうわ、アトリキティ、おお、5.5.もう 5.5 もデフォルメされて可愛いよね。やったやったやった。これメインで出そうかな。ねえ、やめよう。俺様いるよ。ちょっとつうか、オリジナル 5.0 より、あの、バツマル 5.0 の方が早く来たんやけど。どこですか、それは。結構肺活量よかったっすね。あ、ちょっと、受けてみます。よしよしよし。122個をね、一気に弾ける喜びがね、すごいでかくて、僕は。ほんま、アトン。ここら辺も全部8枠のってでかいよね、やっぱり。潜在8枠と6枠の差がね、ほんま違う。ほんま最近違うと思う。それ狙ってたね、多分遅延も飛んできますしね、最初初ターン 2ぐらいはね、スキルチェーンに2ぐらいはつけときたいお年頃じゃないですか。おおおお、来た、シナモンロールイデアル、おっしゃ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 、 BGM セットだいぶ回収していくね、スイートメモリーメロディーでした、はい、これは変身、あ、シナモンロールのカフェオレになるんや、カフェオレ僕大好きです、カフェオレ言うたね今、なんかやったね、ドラゴンタイプの HP。あー。あと、進化、やめ、あと3回。もう3回になってた。はいはい。この状態じゃわかんないですよね。ここでポンってやってる。こう固まらんとお話にならないんですよ。だね。ちょっと僕の持ち味みたいなのがあるんですけど、またまたパーツも出た。それをちょっと潰しにかかってるんですけど、1個特技潰してるんですけど、メルティバットバツバル。あれですね。ほんと、ガッキーの、あの CM ってまだ、去年ありました、何だっけ、なんとかメルティーキスならいいのにね、あといならいいのにね、いっ、まだ固まるんよ、これこれは確実なんよ、こうちょっとどうかなって思ってる時点で終わっ、どちら様、ああー、ノルザの方ね、ノルザの方ね、さあ、マジカルボルテックス決めたところで、はい、ラストワンになりましたね、はい、お久しぶりに、はい、元気にガチャいっぱい引けました、ほんま、それでは魔法石7個最後のサンリオコラボからサンリオからまあいい、よし、それだね、いきます、しょっ、はい、あ、そうです、ここでだからもうがちょっと緊張するんじゃなくて全部固まる、全部固まる、だから7個引いてんの、おっ、そっち出た、マジで、織姫ハローキティ来ちゃった、織姫さん来ちゃった、ミルキーウィードリームウェイドリーム星渡りのお願い、昨日の生放送でね、散々コテンパンに織姫さんにやられたんで、でもミルキーウェイプリンセス、これ変身、変身、待って、
あ、変身よね。変身で、メルキーウェイプリンセス。あー、うわー、これあれやな、その織姫&彦星&なんとか、織姫&彦星にプラス&したら三角関係になっちゃうから、あかんね。カップルじゃないしね。あ、これでコンボ加算がつきますよということですね。はい。いやでも、持続性版のね、今回ほんまタクシーじゃ多少キャラ多かったんでよかった。それだけ一回見ていきましょう。はい、こちらですね。まあ、猫チュール交換して、ハンターちょっと進化できてるのバレちゃう。恥ずかしいね。ちょっと恥ずかしいと気持ちもあるんですけど、はい。ポンポンプリン、ちょっと待って、あれやん。なんかさっきからあれやん。アトレキティがさ、狙い、錯覚させられたけどさ、完全に睡眠かけられたけどさ、あれやんね。僕欲し、このアカウント欲しかったのラフィーネキティやったんや。いや、どうしよう、最悪ちょっとまあメインアカウントで持ってるんで、いいかな、もう。え、でも多色キャラあれでしょ、だいぶ補充できたね。もうなんか、結構ね、最近多色がね、強いって言われてるんで、いや、よかったね。はい、そんな感じで今日はお開きにしたいと。あ、交換ちょっと見てみましょうか。あー、やっぱね、そんな持ってないですよね、このアカウント。あー、鳥ハローキティ欲しいわー。でも織姫、ゴーテンバツマルくんも、あ、15個の男なんや。あ、ゴーテンバツマルくんも、あ、そうなん、高級品やったん。へー。はい、それでは今回はこの辺でお開きにしたいと思います。見てください、皆さん。ありがとうございました。まあ、9月はね、ちょっとポツポツとね、活動させていただきまして、10月からまあ、ちょっとギアチェンジね。ギア、セカンドぐらいには行きたいと思いますので、はい。それではね、ほんと対戦ありがとう。対戦ありがとうございました。よろしくお願いいたします。はい。では、今回はこの辺でお開きにしたいと思います。また言ってね、これ。はい。皆さん、ありがとうございました。ぜひ、動画の感想や、チャンネル登録もらえた方、登録と、あとは、評価もよろしくお願いいたします。あと、よかったらね、概要欄にある、なんかいろいろリンクをね、チェックしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回のお相手は私でございました。皆さんも良きサンリオライフをお過ごしくださいませ。皆さんのガチャ結果とかもね、教えていただけると嬉しいです。それではね、バイバイ。